サンセバスティアンは日本でもよく知られている。文化、風景、何よりも食で知られている。よって我々にとって夢見ていた目的地であった。それぞれの場面、味、料理など本当に楽しんだ。次から次へと驚きばかり。またピンチョスも知った。洗練された料理のミニチュアがいっぱい並んでいるバルのカウンター。食の旅は喜び。ある午後、今の季節はシードルレストランの季節とホテルのスタッフが説明してくれた。そしてサンセバスティアンから10分のアスティガラガにあるシードルレストランに行った。大樽から直接注ぎリンゴシードルを飲み、食べ、笑い、そして多くの友達を作った。その時オルディシアで開かれる市場のことを話してくれた。翌日起床してからオルディシアへの行き方を調べ、電車に乗った。アジアの通りには多くの市場があるが、オルディシアのような市場はない。生産者たちの手作りによる何十種類ものの食材がある。オルディシアでこの辺りの食を巡っている北海道出身の日本人たちに出会う。私たちは前衛料理を試しに来たが、調理、そして食を愛するこの唯一の食文化の氷山の一角だけを知った。